はい、慎太郎です。さあ今日は一発目、これをやってみましょう。予言です。そして予言ですよ。そしてファンファンデックを使います。ファンファンデック、いやーいいな、相変わらず。いきます。よっ、あ、落としちゃった。まあいいか、オッケー。予言見てみましょう。スッとね、スペシッ、やっ、あ、違ったっぽいな。違う、ここからです。よし、そう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 、のーほー、最近流行りのピシッビジュアルマジック、やっ。さて、慎太郎くんです。どうも。ちょっと昔の動画を見直しまして、何が起きたかというとですね、お客様の心持ちについて喋ってたんですね、僕は。結構前に、というか多分前の段階で YouTube を頑張ろうと思った三日坊主の3日目です。今回は三日坊主ではありません。ちゃんと頑張ってますよ。で、その時にですね、お客様の心持ちの話をしていて、まあお客さんがね、マジック見る時にどう思ってるかみたいなところを考えていこうっていう話をした時に、まあ僕の見解ですけど、なんかね、一回じゃまとまらないって言って何回かに分けて喋ろうと思いますとか言いつつもう終わっちゃってましたので、その続きになり得るものをちょっと喋っていけたらなと思います。で、今回はまず、今回はというか今から喋ることは、じゃあマジック始めた方が、新たに始めた方が、ぶつかるであろう壁であり、実は年末にちょうどね、刺激を受けてこれ始めてるんですけど、マジック始めてまだ、数ヶ月、あるいは、マジックは何年もやってるんだけど人前でこう見せ始めたのが最近なんですっていう人が、多分この後ぶつかる、あるいは今ぶつかっているであろう、思い、それはですね、僕も通過してきたことであるので、なんかそれについてもしね、僕の経験談が何か役に立てばと思って、別に届くかどうかわからないですけど、ちょっと喋ってみたいなと思います。では、そうですね。で、これマジックを人に見せ始めた時に、マジックって楽しいですよね。何かっていうと、こう例えば何か今みたいに不思議なことをやって、リアクションが取れましたと、で、おーすごいと、不思議じゃんってやるじゃんと言ってもらえるはずです。一発目は何発も言ってもらえる人もいるんですけど、これどこか途中でお客さんがただマジックをやっただけではリアクションをね、くれなくなる時が来るんですよ。くれなくなる時がというのは、くれないなっていう瞬間にぶつかると思うんです。そう、これはですね、多分、習い方というかマジックのね、やり方とかにもよるんだと思うんですけど、多分せっかくマジックをじゃあ一個覚えて人に見せた最初にやった時のリアクションがまた欲しいから、もう一回同じようにもう一回一個覚えて持っていきましたっていうのをですね、何回か繰り返してやっていった時に、あれ最初すごいわーだったんだけど、みんなマジック慣れてきちゃったのかなみたいなね、なんかあーマジックね、あーあーみたいなね、あるいはこれはどう反応したらいいのかなみたいな顔をされたりすることがあると思うんですよ。それは最初一発目はマジックをやった時の、とにかくマジックだっていう認識ですごいと、不思議だったかどうかだけを言ってくれるんですけど、だんだん慣れてきちゃうと、見てる人が、てか同じ人にも見せると思うんですけどね、あるいは他の人に見せた時でも見慣れてる方に見せたりとか、あるいは初めて見た方でもリアクションがですね、ちょっとその特殊なパターンの場合、パターンっていうか、要はうわーってなるパターンじゃない場合、真剣に考えて、なんか、これこうなってたのみたいな質問攻めにあったりとか、まあそれは結局対策を練らなくてはいけないポイントになってくるんですが、そう、マジック見せた後お客さんがどう思うのかっていうところについては、そうなんですね、実はリアクションをもう勝手にね、反応してくれれば別にそれはもちろんいいんですけども、どんなリアクションをしてほしいかある程度想定しながらマジックをやるとやりやすくなるんですよっていうことを、知ってるのと知らないのとではもう全然、なんだろう、このその壁にぶつかった時に対応の仕方がね、違うと思うので、っていうのは僕はそこに悩んだタイプの人間なんですね。マジックを最初はやってて、で、それこそですね、僕が始めた時はアンビシャスカードって言ってね、指をパチンと鳴らすとサインしたカードがトランプの中に埋めたのに上に上がってきてるっていうのが流行ってた時にそれをやってたので、
流行ってた時だったからみんな見たら喜んでくれるんですけど、じゃあそれじゃないマジックをやろうと思ってやった時に、なんだかそれとは違う感じのリアクションしか来なくなっちゃって、あのうわーすごいって思ってもらえないんですよね。そのまあ楽さもあるんですけども、でも結局どんなマジックでも多分同じように反応が取れるはずなのに、同じようにというのは同じリアクションではなくて盛り上がりとして、ね、それぞれ素敵な作品なわけですから、それぞれのポテンシャルをちゃんと発揮してあげればマジックとして楽しんでもらえるはずなのに、なぜか、例えば、何でしょう、カード当てのマジックはなんかどうやって当たったのか探られちゃったりとか、当たったことにそんなに喜んでもらえなかったりとかね、サインしてもらったカードが上に上がってくるということだけでめちゃめちゃ喜んでくれるのにっていうのは、まあ期待値とかが違うんですけども、そんな難しい話は置いておいて、結局リアクションとしてどう反応してもらえるのかっていうところを考えて、提供すればちょっとこう反応がどう、何が違って反応が来てないのかが、分かると思うんですよね。ちょっと例を出さないと難しいかもしれないんですけど、これ喋るだけだと今とりあえずちょっとまたね話すことで終わってしまいますが、何卒まだまだ調整中なのでご了承くださいませ。で今これを言った話にまた何かこう、じゃあどういうことなのか具体的に聞きたいぞっていうことがあったりしたらコメントいただけたら嬉しいですし、僕も、またまとめて話を足してつけていきたいなと思ってますので、今後とも、見ていただけたらと思います。あ、グッドボタンとかチャンネル登録とかよろしくどうぞお願いします。全然まとまってないですけど、今とにかくこういう話がありますよっていうことをちょっと挙げてみました。どうもありがとうございました。バイバーイ。